からチャンネル始まるよ。タカさんの質問コーナー、今日も気になる質問をどんどんしていきますよ。それでは行ってみましょう。どうぞ。1回目の時は、はい、ご結婚されてたんですか？1回目はしてないですね。まだその時はしてなかった。はい、してないです。でその時、その後にじゃ結婚したってことですか？そうですね、魚屋の時に結婚しましたから。2回目の時、2回目、はい、2回目、ああ、はい、結婚じゃないですよ。あ、結婚してない。あ、違うんですよ、はい、まあ、2回目捕まった時ですね。2回目が、あ、それも現役の時なんですね。はい、はい、もう勉強はしてたんです。勉強してました。その時もまだ席を入ってたんですか？その時が、まあ今もういいですよね。はい、あの出向旅行の時に離婚届が出されてました。ああ、そう。誰が印鑑ついたいのか。あ、じゃあもう2回目捕まった時に、あの、はい、離婚が正式に決まってしまってます。決まってましたね。娘が確か14か15の時やったと思うんですよね。ああ、なるほどですね。もうそれが多分決定打だったんでしょうね。だと思いますね。だから、あの、自分は、あの、まあ、娘がまだ3つ目の住む時に、はい、まあ、またこういうことはちょっとなるけってですね、魚をやめて、うん、なった時に、あの、一応勉強中ですね、ですね、お互い好きな人がおったら離婚届出そうと、はい、はい、だから席は入れたままやったんですよね。うん、それから10年後に、確か10年後ぐらいですよね。あ、10年ない、あ、10年後ぐらいか、4つやから、そうですね、はい、あ、離婚届は2回目逮捕した時に離婚、出向をもらって出たんですよ。だから離婚届は出てましたね。好きな人を失ったってことも覚醒剤の時にあるんですか？いや、私は好きな人はないですね。あ、それでは失ってはない。ないです、ないです。周りにはいますか？まあ、もう刑務所でもいろんな話を聞きましたね。だからもう自分はもう体には入れない、もう何もしまいと、一回で反省の生きてたる。まあ、それで、まあ、好きな人ができて、ああ、もう絶対にしたくないなと、たまに汗かいたら疑われるんですよ。辛いんですよ。これが一番辛いんですよ。兄、意外に汗かきですよね。はい、そうです。もうだから一応一回ですね、これも余談ですけど、夜中の4時にちょっと自分の飲んで、その人とちょっと言い合いになって、はい、なんかカリカリしとるけど薬かなんかやっとやないねと言われた時があったんですよ。ああ、その、はい、恋人、まあ、恋人というか僕の好きな人にしとってください。はい、じゃあ、はい、兄の好きな人に、はい、はいはい、好きな人からそうやって言われた時に、はい、まあその店を出てからですよね、はい、でもこれは本当の話ですよ、はい、警察に電話したんですよ。夜中の4時に迎えこらして、兄自ら電話して兄を迎えにこらしたんですか？はい、はい、それから交番から来て、はい、通されましたし、覚醒剤のね、検査してくれと夜中の4時やったんですね。あ、なるほどですね、はい、そう、好きな人にしとんじゃないのって言われたけど、もうそれが腹立つというか、どうやって証明していいかわからないから。ああ、なるほど。自らですね。はい。自ら警察に電話して、ちょうど、まるまるここら署に連れて行けてるって、連れ行かれたことあるんですね。だからちょうど丸坊の刑事が来てからですね。何々さん、頼むから。もうね、そんなん言う人にする人おらんのやから。頼むけ帰ってくれやのかって言われたことを覚えてるんでね。
4日がしてからですね、確か土曜日の晩やったから次の日曜日ですね、はい、もうそんなんでね、警察に電話出てくれんですかして確かにですね、はい、警察からするとでも、まあ、無罪なのにそんなしてもって、まあ、まあ、当時現役だったからね、はい、もう刑事さんが喜んできとったですもんね、けどその一回して捕まったりとか、まあ、ずっと したりとかしてるとですね、やっぱ何かあったらそうやってこう言われたりとかもする、はい、しますからね、はい、だからもう証明のしようがないんですよね、科捜研の知り合いがおるわけないしですね、だからまあやっぱそこも信用っていうところなんですね、やっぱやってるっていう前科があれば、やっぱそのどんだけ信用あってもやっぱちょっとしたことでこうやって疑われるっていうか、はい、そうですあるけどですね、でそのことをその人に伝えると一言アホかアホかで終わったですよ輩チャンネル、ご意見ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。